皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくり陽夢だにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回は WRC ニュース2023第5戦ポルトガルです。ニュースの時間だにょん。前回同様、データは動画作成時点のものとなりますので、後日変動がある場合があるのでご理解ください。変動があったらコメントや概要欄、次の動画などでお知らせするにょん。今回のポルトガル戦は、第11戦チリ戦までこの先7戦続くグラベルラリーの初戦ということで、今後の展開を占う意味もあって、どのチームも気合が入っている感じだったわね。前年の優勝者はロバンペラ、2021年はエヴァンス、さらに遡ると、2019年はトヨタ時代のタナック、2018年はヌービルと、トップドライバーのみんなが優勝経験者で、誰もが優勝候補といった感じだったな。今年2回目のワークスドライバーとして出場する勝田選手にも注目だったわね。表彰台に期待がかかっていたにょん。その勝田選手と3位争いをして、ポルトガルでは通算6度の表彰台を獲得しているロンデノソルドもエントリーしていたし、2019年のポルトガルで WRC2 クラス優勝を飾っているフォードのルーベも表彰台争いに意欲を見せていたな。表彰台争いも熾烈になりそうな予感だにょん。さらに WRC2 では44台のエントリーがあり、グリーンのシートを継いだクリス・ミークや、現在 WRC2 トップのヨアン・ロッセル、アンドレアス・ミケルセン、アドリアン・フルモー、オリバー・ソルベルグ、ガス・グリーン・スミス、ジェームス・ニネンと、WRC2 も注目選手がたくさんだわ。それじゃあ、日程のおさらい行きましょうか。第5戦ポルトガルは、5月11日から14日で、11日はシェイクダウンのみ。12日が競技初日で SS1 から SS8、2日目は SS9 から SS15、最終日は SS16 から SS19 となっているぞ。日本との時差は約8時間だったにょん。まず初日の SS1 は、出走順に恵まれたルーベがトップタイムをマーク、2位にソルド、3位にタナックと続き、SS2 はタナックがトップタイムをマークし、首位に立ち、勝田選手は SS1 の終わりから発生していたオルタネーターのトラブルを抱えながらも3番手をマークしたが、SS3 の前に全ての機能が停止してしまい、電圧がゼロとなって無念のデイリタイヤとなってしまったな。今回は表彰台の期待がかかっていただけにショックだったわ。そして SS3 もタナックがトップタイムを取ったが、次の SS4 でパンクで50秒以上のロスとなってしまい、7番手に交代。これによりソルドが首位に立ったが、次の SS5 でロバンペラがトップタイムで首位に立ったぞ。トップが目まぐるしく入れ替わったにょん。そして SS7 では3番手につけていたエヴァンスがコースオフ、マシンのダメージが大きくリタイアとなってしまったな。この前のクロアチアで優勝して調子が出てきたと思ったのに。初日は首位ロバンペラ、2位ソルド、3位ヌービル、4位ルーベ、5位ラッピ、6位タナックで終えたにょん。エヴァンスのリタイア、勝田選手のデイリタイアはショックだったわ。2日目は最初の SS9 で首位のロバンペラが2番手タイムのラッピに 12.8 秒もの大差をつけるトップタイムをマーク。ぶっちぎりだにょん。総合順位でも2位のソルドと 24.1 秒差とかなりのアドバンテージを得たぞ。いよいよロバンペラの強さが戻ってきた感じだったわね。2日目はまさにロバンペラの独走状態となり、 SS9 から SS12 と SS14 で5度のトップタイムをマーク。SS13 と SS15 はソルドがトップタイムをマークしたが、結局ロバンペラとは 57.5 秒まで差が開いたぞ。差が開きまくってるにょん。そして SS10 ではルーベが切り株にタイヤをヒット、反動で岩に激突しダンパーが壊れてしまいデイリタイヤ。61位からの再出走となった勝田選手は、出走順がトップで路面コンディションに苦労しながらも36位まで順位を上げたぞ。2日目は首位ロバンペラ、2位ソルド、3位ヌービル、4位ラッピ、5位タナック、6位グリーンスミスで終えたわね。ロンデが2、3、4位だにょん。そして最終日、最初の SS16 では、勝田選手が今大会初のトップタイムをマーク。勝田選手 SS 勝利きた。この SS16 では、総合4番手につけていたヌービルにターボトラブルが発生、パワーが出なくなってしまい、さらにギアボックスにもトラブルで3速までしか使えない状態となり、上位争いから脱落。これによりラッピが3位、タナックが4位に浮上。ヌービルは何かとトラブルが続いているわね。次の SS17 では、ロバンペラが攻める手を緩めることなくトップタイムをマーク。1分近くリードしていたのに、さらに広がった。SS18 は最終 SS を控えた上位陣がタイヤの温存のため抑えた走りとなったこともあり、タナックがトップタイムをマーク。
タナックはブーストを失ったまま走っていて、上位に入るのは絶望的だったから、半ばやけになって走ったと語っていたぞ。やけになったとは言っても、皆が温存してペースを落としたところを全力で走ってトップタイムを取るなんて、男気があって素敵だわ。最終 SS は、ビッグジャンプが名物のファフェで、ここでもロバンペラが圧巻の走りでトップタイムをマーク。ボーナスポイント5ポイントを獲得し、今シーズン初優勝を飾ったぞ。ロバンペラ優勝きた。ついに王者の走りが覚醒したわね。2位のダニソルドは5番手タイムでボーナスポイント1ポイントを獲得し、4年連続表彰台を獲得。アイルランド国旗のカラーリングをしたヘルメットで、クレイグが共に走ってくれたと言っていたのは感動したわ。3位にはラッピが続き、ヒョンデが2つの表彰台獲得となったな。ラッピはクロアチアに続き2回連続3位獲得だね。4位となったタナックは、最終 SS にしてブーストの調子が良くなり、猛プッシュで2番手タイムをマークしたぞ。トラブルを抱えていても調子が良くなることもあるのかみょん。相変わらずマシンの調子に振り回されている感じがするわね。5位のヌービルは、トラブルでパワーの出ない状態のまま、なんとか完走までたどり着いたという感じだったな。最後まで諦めずに、我慢強く完走を目指している表情が印象的だったわ。そして勝田選手は総合33位でのフィニッシュとなったが、パワーステージは4位でボーナスポイント2ポイントを獲得。ワークスドライバーとしてマニュファクチャラーズポイントにも貢献し、2日目は先頭スタートで不利な掃除役となったが、後続のロバンペラの好タイムを連発をアシストしたと言われているからな。自分がいいタイムでなくても、チームメイトのために仕事をするっていうことも大事なことよね。そして SS17 と最終 SS のファフェのジャンプ台では、勝田選手の代名詞となりつつある得意の大ジャンプで観客を沸かせたぞ。高本エアラインという愛称も定着しそうね。翼を授かってるみょん。もう一方、最終まで熱い戦いとなった WRC2 は、2日目までクラス首位を走っていたオリバー・ソルベルグが、この日の最終となる SS15 のゴール後に観客を喜ばせるためにドーナツターンを披露。このドーナツターンが FIA から危険行為と判断され、1分のペナルティが課せられることに。これに関しては様々な意見が出ていたわね。オリバーとしては安全な場所だと判断してファンサービスをしたようだが、FIA としてはアウトだったみたいだな。ルールとエンターテインメント、難しい問題だにょん。最終日は2位だったグリーンスミスが首位でのスタート。24.6 秒あった差をオリバーが必死に追い上げる展開となり、残りすべての SS でグリーンスミスを上回るタイムで猛追したが、惜しくも 1.2 秒及ばずオリバーがクラス2位。グリーンスミスが今シーズン初のクラス優勝を飾ったな。グリーンスミスが完走直後にオリバーのところに駆け寄って、ハグして健闘を称え合うシーンは素敵だったわ。第5戦ポルトガルの順位、ポイントはこんな感じで。現在のチャンピオンシップの順位、ポイントはこんな感じとなったな。ロバンペラが1位に。僅差だった前回から一転して、17ポイント差で頭一つ抜けた感じだにょん。ロバンペラが優勢になってきたが、まだまだ上位5名は逆転可能範囲だと思うから、今後どうなるか楽しみだな。まだ13戦中の5戦目で、半分も終わってないものね。勝田選手の活躍にも期待だにょん。次の第6戦イタリア・サルディニアは6月1日から6月4日。またサルディニア戦が終わったら、第6回 WRC ニュースをお送りする予定なので、お楽しみに。それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。